家庭での省エネを推進するため、東京都は家庭で使っている白熱電球2個を LED 電球1個に無償で交換する事業を始めました。みんなで省エネ LED、 みんなで省エネ東京都、この事業は都内の各家庭で使っている白熱電球2個以上を LED 電球1個と無償で交換するものです。協力している家電店831店で受け付け、1人1回交換できます。期間は今日から1年間で、都が用意した LED 電球100万個がなくなり次第終了するということです。都はこの事業で都庁の排出量の2年半分にあたるおよそ4万4000トンの CO2 の削減につながるとしています。